はい、どうも石原です。これは本当にすごいケースが発売されました。こちらトーラスのウプロオースタンドケースというものなんですけども、今までトーラスさんのケースっていうのは毎年のように僕ねレビューしていますが、今回のケースは今までのケースとは明らかに違います。今回のこちらトーラスのウプロオースタンドケースは完全にマグセーフに対応いたしました。しかもトーラスさんはこのウプロオースタンドケースでスマホケースそのものを再定義したという力の入れようでございます。トーラスのこのようなブラックのマットケースっていうのは非常に人気が高くて、その人気の高いマットブラックケースにマグセーフ対応してほしいよねというね、ユーザーの声も多かったし、僕がレビューするためにそのケース、マグセーフ対応じゃないんですかっていうコメントも多く寄せられてました。その大人気のトーラスのマットブラックケースにマグセーフ対応して、満を持して発売になったというケースになっております。優れたケースは一つの機能だけではない、デザインや使い心地、機能も対衝撃性も大満足で、一つ持つだけで十分、オールインワン、ワンフォーオールというコンセプトを掲げて制作されたケースになっております。ではこちらのケース、どんなものすごい機能が隠されているのか見ていきましょう。はい、ではまず結論からお伝えすると、こちらのケースはマグセーフは、はい、強力なマグネットの磁力で置けばスタンドにもなって、はい、手に取れば、はい、リングにもなる、そして落下しても軍用保護なので対衝撃もしっかりとしている、1台でいくつものパターンが搭載されている優れた機能の、まさしくデザインや使い心地、機能も対衝撃性も大満足で、一つ持つだけで十分という最強装備のケースに仕上がっております。では細かく見ていきましょう。まずマグネット一体型のスタンドということで、やはり iPhone 14 Pro を買ったらケースを選ぶわけですが、 iPhone 14 Pro を所有しているユーザーはこう考えると思います。iPhone 14 Pro にマグセーフ対応ケースを購入しようかな、またはスタンド付きの方がいいかな、こう悩むわけでございますけども、安心してください。トーラスウプロオースタンドは、はい、両方装備しております。このようにマグセーフ対応なので、はい、モバイルバッテリーね、モバイルバッテリー装着できます。マグセーフ対応充電器、マグセーフ対応の、はい、充電スタンドなんかにも使えるので、マグセーフアクセサリーもしっかりと使えるというものになっております。さらに、はい、こちらこのようにねスタンドになりますので、デスクとかテーブルの上で iPhone を立てることができます。で、こちらの後ろのこのスタンド部分なんですけども、こちら、もちろんマグネットになっているんですけれども、このマグネット部分がマグセーフ対応になっているんですけど、このマグネットはただのマグネットではございません。これはネオ磁石の上級グレードである N52 というマグネットを使用していて、ハルバッハ配列技術によりまして、より強力な磁力を実現しているマグネットになっています。まあ、アップル純正ケースとちょっと比べてみたいと思うんですけども、はい、こちらアップルの純正ケースになります。まあ、例えばね、このような、モバイルバッテリーを装着したとき、はい、わかりますか？結構簡単に外れるんですよね。もうなんていうかな、もうすぐ、もう、外れちゃう。まあ、ちょっとこう振ったりするの怖いからあれしませんけども、ただこっちの、はい、トーラスのアプロオースタンド、この、あ、結構硬い、はい、あ、結構硬い、結構な硬さなんですよね。もう結構硬いんですよ。だからちょっとやそっとじゃ、まあ、振っただけじゃね、まあ、落ちませんよね。例えば、こっちならちょっとね、あ、ちょっとずれる、やっぱり。やっぱずれちゃう。うん、ずれちゃうんだけど、こっちはね、ずれない。ずれない。もう全然ずれない。まあ、このように圧倒
的にこちらのトーラスのウプロオースタンドの磁力の方が、まあ、マグネットの方が強いわけなんですよ。まあ磁力がじゃあ強いとどうなるのかというと、つまりその装着した際に、まあ、外れにくいという安心感とか、まあ、使い勝手の幅も広がりますよね。こんな感じで多分つけててもすぐこうポコッと外れちゃうとちょっとやっぱ安心できないじゃないですか。でもこれ結構その磁石が強力なんで、その辺の安心感もめちゃくちゃ高いです。まあトーラス調べにはなるんですけど、このマグネットの磁力については普通のケースの5倍の強さを持っているということなんで、まあ、この脱着感の安心感は非常に高いですね。まあ脱着に関して、強い。やっぱり結構硬いです。はい、強さがあります。そしてこの丸い部分、マグネット部分、これ開いてスタンド部分になるんですけど、このスタンド部分、ね、普通はケースからはみ出してるものって多いですよね。はい、ここの部分が。例えば備え付けのこういうね、リングをつけると、やっぱこうはみ出すわけじゃないですか。こうね、はみ出しちゃうわけなんですよ。しかしこのマグセーフスタンド、埋め込み式というかこう内蔵型なんですよね。ここ空洞が開いてて、こう丸いね、もうほんと数ミリの空洞が開いてて、それにピタッと収まるという。もう収納すれば、もう背面フラットですよね。デスクの上に置いてももう干渉しない。ガタ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 ここでしないし、手に持った時の違和感も一切ございません。マグセーフ対応のアクセサリーももちろんね、だから、はい、ぴったり合うんです。ぴったり合う、かつ、はい、スタンドにもなるし、スタンドにもなります。そして手で本体を操作する際に、ここ引っ掛けるだけで、非常に便利に、まあ、グリップ感もこう、増すという状況になっております。で、このスタンド使えますよっていう部分に関しては、たくさんの角度を楽しむことができます。まあ、40度から120度の自由角度調整に加えて安定感もあって、さらに、この素材、これが航空宇宙用のアルミ素材を採用しているので、優れた耐食性、まあ、腐食しにくい性質のものになっているということになります。そして忘れてはならないのがこのデザインでございます。はい。マットブラックのこのデザインとこのサラサラとした質感。この半透明なブラックデザイン。もうこれがね、本当にかっこいいと思ってトーラスのケース買う方ってめちゃくちゃ多いと思います。まあ、気に入るポイントであると思います。で、質感についてはね、3D ナッパテクスチャによってこのグリップ感も向上していて、人体工学設計で手に馴染むし、マット仕上げでサラサラした触り心地はもはやもう言うことなしの完璧なデザインじゃないかなと思います。もう本当にね、トーラスさんのこのようなケースのレビューしてきましたけど、このマット仕上げのこのケースっていうのは非常にクオリティが高い。さらにこれだけではございません。iPhone 14 Pro はハイグレードモデルなので高級スマホになりますよね。だからこそしっかりと強力に保護しなければなりません。で、もちろんこちらトーラスのウプロオースタンドは最強の保護性能を装備しております。360度、ね、カメラエアクッション、ちょっとこう斜めにね、こうなってる部分っていうもののエアクッション技術が搭載されていて、この辺ね、ちょっと斜めになっているところ。うん。1.5 ミリの液晶画面、カメラレンズ保護ね。カメラからちょっと出っ張ってることで、このように置いたりしても、このカメラに干渉しないんですね。うん。なので、この突出したカメラ部分を安心して保護してくれる技術がここに備わっているわけです。しかも、米軍 MIL 規格の二重認証所得済みでございまして、背面は対衝撃性に優れたポリカーボネードと、この側面なんですけど、この側面。この側面に関しては、優れた TPU 素材を採用しているので、万が一こう落としたりぶつかったりしたとしても、iPhone 14 Pro、はい、完璧に保護してくれます。で、各部位を見てみると、ここね、はい、サイレントボタンございます。まあ、普通に押せます。はい。で、このね、音量ボタン、はい、ここ押せます。はい、こちら、電源ボタン押せます。はい。で、上の部分がこのようになっています。まあ、フラット型なんですけど、ちょっと丸みをね、帯びたことで持ちやすくもにもなっております。はい。で、こちら、
株の部分もくっきり開いていますので、このねライトニングポートなんですけど、ちょっと大きめの差し込み口だったとしても全然余裕で大丈夫な感じですね。でスピーカー部分は綺麗にくり抜かれております。はい、ということでこのトーラスウプロオースタンドケース、どんな人におすすめなのかと言いますと、はい、結論まとめますと、マグセーフアクセサリーが使えて、スタンド機能もあって、リングを使った操作ができて、保護力も抜群、デザイン性も良くて、さらに触り心地もいいケースが欲しい人、おすすめのケースとなっております。まさに冒頭でご紹介したデザインや使い心地、機能も対衝撃性も大満足で、一つ持つだけで十分というケースをお探しの方に絶対におすすめできるケースとなっております。気になる方は概要欄にぜひトーラスウプロオースタンドケースチェックしてみてください。ということで本日も最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。